どうも深海魚ハンターの西野山です。本日も相模湾の江ノ島沖ですね。深海約600メートルの真上に来ております。さあ本日は風が午後から上がってくるということで短期決戦にはなると思うんですけど、一発目から釣っていきたいと思います。今もう落としてますね。僕は落下中です。そして本日一緒に行ってくださってるのが、おはようございます。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 自己紹介の方を。もう本当、一般人なんですか？じゃあ、自己紹介。釣りアイドルリアクションバイトのカメラマンをやっております、大原と申します。一般人です。よろしくお願いします。特に、これといった実績がある釣りルートとかではないです。ただのカメラマンでございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、まあ、600メーターを今やってて、一応有力ポイントではあるんですけど、そうですね、いろいろと種類が出てるポイントでもあるので、ちょっと杭を見ながら魚をあげたいと思います。あげたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ回ってます。はい1投目ですね。1投目ですね。いきなり高切れでしたね。はい。いや、やばいですね。ただでさえ短時間しかないというのに。お昼までしかないのに、西野さんがいきなり高切れで仕掛け組み直してるっていう。大ハプニングですよ。もう致命的と言ってもいいほど。初めての深海釣りで、はい、全くそこについたのか何なのかさっぱり分かんないっていう。はい。とりあえず餌の確認と、まあ、どれぐらいいじられてるかっていうところで食い気があるかどうかってことですね。いや、ちょっとでも食っててほしいですけどね、はい、魚が食い気あるよっていうのが分かればまだ希望が持てるんですが何が出るか分からない。そこが深海の醍醐味ですね。醍醐味ですね。かかってないかも分からない。これは何回かやってると、あ、これはこの竿の曲がりだとかかってないなみたいになる。ああ、なるほどなるほど。はい。まあガチャとかだったらね、天井まで回せば SSR とか欲しさもらえますけど、はい、こればっかり分かんないですからね。はい、本当に何が来るか。何が来るか。ちなみに目利きから見てこの竿の曲がりはどうですか。まあ重りが結構重いんで。ね、ちょっと厳しいかなって、暴れないところを見るとちょっと厳しいかなっていう。そうですね、全然動いてないですもんね。はい、食ってよ。食っといてください。本当にイカが一番いい反応がいつも得られるんで、もう初っ端から勝負をかけて。イカ以外にどんな餌を使うんですか。カツオのハラモとかサバの切り身とか。カツオのハラモっていうのは内臓のこと。お腹側の肉ですね。皮です、はいはいはい、皮メインみたいな。皮メイン。サバの切り身も基本皮がメインですね。皮がメイン。肉を逆に結構つけちゃうと回転しちゃったりして仕掛けが絡まる原因になる。まあ、ひらひらとかを重視で薄く。肉を取っちゃうんです。はい。違う、全然知らない世界が。よいしょ。いつまでたっても上がってこない。さあさあさあ、次色付きのラインが出てきたら、はい、あとは手動で巻いてください。残り多分20メーターとかになってる、2、30メーターとかなんで、この黒っていうかグレーを超えた先がドキドキですね。はい。あと途中で引いてくれたりすればまた面白いんですけどね。そうなんですよね。ちょっと動きがなさすぎる。そうですね。ね、穏やかな回収作業みたいな感じで。風が出なきゃいいんですけど。なんとか時間までは持ちこたえてほしいですね、風が。ねえ。
反応としては穏やかです。穏やかです。お、聞いてる。 あ、かかってるな。かかってる、かかってる。ここから無理せず、そのまま一定のスピードで行きましょう。色付きのラインが来たら。はい、かかってますね。今引きましたよね。引きましたね、確実に。カメラってね、止めてる時に限って何かあるんですよね。はい、いやでも1投目でなんとか上げたいとこですね。ですね。やっぱね、釣れないと面白くないですからね。はい、釣れないと思う。ただ水遊びに来ただけですからね。いやもうちょっとなんかアクションしてほしいな。なんかこう反応欲しいな。さあどうでしょうか。これはこの巻きの時間が長すぎて黙っちゃう。はい、はい、そうなんですよね。さすがにずっと喋りっぱなしはなかなかもうネタに尽きるというか。結構動画編集泣かせな。はい、反応が常にしてくれてればおーおーおーとかってなるんですけど、そう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 、ちょっと小康状態が続いたり最初の方全くとかなんで。そればっかりはもう糸が老けすぎてて反応が見えないとか、はい、あとはあれですね、あのだんだん上に上がってくると光が差し込みやすくなってくるんで、ええ、それに反応してこう暴れるんですよね。眩しくて。あ、そっか、もうほぼ真っ暗ですもんね。はい、今日500、600メートルぐらい。そうですね、今浅だんだん浅くなって今500ぐらいまで来てますね。はい、深海ってどれぐらいから光が届かなくなるんですか。まあ、ほとんどもう届かないというか、ただ魚とかは結構少ない光も感じ取るんで、意外と数百メートルとかでもその上の魚の影とかが分かったり、そういうので発光器とかでカモフラージュして影ができないようにみたいにしてたりするんですよ。はい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 。だから魚目が大きいですね。はい、のもうちょっと早く巻いてもいいかもしれない。もうちょっと早く、それぐらいですね。なんか急にこう重くなったというか。で最後なんですけど、最後なんですけど、はい、上がってきて本当テンションかけたままでお願いします。ままで、はい、で一番上の重りとサルカンが本当海面ギリギリぐらいまで、ええ、さすがに竿先の近くまで来ちゃうと巻きすぎなんで、ええ、海面から出るか出ないかぐらいのところで止めて竿を立ててください。なるほど、そのまま、はい、で糸を手繰り寄せて引き上げてくる感じですね。ついてたらいいんですけどね。はい、いやちょっと初深海釣りで初釣果1投目だとかなり嬉しいんですけど、はい、そうですね、まだ最後までは予断を許さないですよ。最後の数十メーターとかが長いんですよね。なんですかね、あれ前リアクションバイトの撮影でも思ったんですけど、はい、あ、まだもう一周あったみたいな。めっちゃテンションかかってる。もう重り2キロとか未知の領域ですからね。使って30号消化だと、はい、長い、最後が長い。来い。うん、引っ張ってる、引っ張ってる、引っ張ってる。最後の抵抗。引っ張ってますね。はい。いるいるいる、これいるよ。だいぶ近づいてきたってことですね。
いやお願いお願い。いやでもこの前のモミジザメほどは引いてないですよね。そうですね、でもあんま引かないタイプも、油断させる個体もいるんで、上がってきたら超でかかったみたいな。はい、めっちゃ引くと思ったら当人だったとか化け物当人ですね。化け物当人。あ、でも僕は赤いのが食べたいなそう、この前の撮影でもらった三光目抜け、はい、あの切り身もらったんですけど、はい、めちゃめちゃうまかったですね。やばいですよね、あの系統はもうやばいですね。でもあのモミジザメもかなりうまかったです、はい、マーボーハルサメ美味しかったですね。マーボーハルサメ、はい、あのサメの字がね、はい、変わっサメじゃなくてやっぱあのイタリアン、中華、フレンチとか味が濃いものと合いますね。合いますね。和食とはちょっとまあ薄めだとちょっとまあ素材の味が強めかなみたいな、まあ、淡白で結構あっさりして、味自体はそんなないじゃないですか。そうですね、味自体はそんなになくて、はい、どちらかというとあの食感のふわふわ感がそうですね、いいんでしっかり味付けしてやればサメは十分うまいっていうのが、はい、にしても長いですね長いですね残りもうちょっとなんだけどな。でもだんだん竿を糸の方向が下になってきたんで近いですよ。そうですね、ちょっと行かれてるか。おー引っ張るな。引っ張ってる引っ張ってる、引っ張ってる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 。おーおーおー、もう近いですよ。いや、おんまさあが見えたら、あ、上げてください。竿先を立てて、お、もみじっぽい色はしてます。サメだ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 、あ、かわいいバリかわいい頭をこのまま倒して、はい、で、竿を戻して、うん、で、のリーダーだけ持って、うん、あ、そのままで大丈夫です。そのまま倒しちゃってください、はい、で、こっちに誘導していただいて、タモ入れを。おでかいんじゃない結構。よし。はい、あげます。いやあ。モミジ。あ、タロウザメ。タロウザメ。よいしょ。いや、モミジですね。モミジですか。はい。あ、結構硬いですね。はい。結構グイってやっちゃう感じですね。そうですね。よいしょ、お、来た。あ、噛むな、噛んだ、噛むな。噛むんじゃねえ。むつ針なんで結構あのぐるっと、ま、回さないと多分抜けないですね。よし。モミジザメですね。モミジザメですね。両型サイズですね。よいしょ。いやー、お久しぶりひとまず1投目で出ました。お気持ちの方はイエーイおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあイケス入れちゃいましょうか。でっかていうかこれ俺今まで釣った魚の中で一番でかいんですけどビッグフィッシュを。ビッグフィッシュ、いやー、よく来てくれました。おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。なんか違和感がしないでもないって感じ。しないでもないですね。
タバリ餌ないです。半分取られてます。取られてますね。あれですもんね、この釣りだと、はい、当たり見てフィッティングするっていう概念じゃないですもんね。そうですね完全に向こう合わせで、はい、フィッティングしたところで向こうにはなどれぐらいの時差があって時差はあるのかっていう遅れて聞こえてきますから、はい、反応がもうこんだけ何百メーターってあるとこれやってると 100m、200m は浅いって感じますよね。はい、あ、もうついちゃったみたいな。もうついちゃったみたいな。落としてる間に手袋はめてオープニング撮ってると無理ですからねそれがね、はい、そう、あの撮影の準備していつもやってないんですよね、はい、落とした後に準備してるっていう、はい、それでちょうどいい。そうですね、カワハギ釣りなんかもうあっという間についちゃうから、はい、気合入れとかないと思う、回してから始めないと、はい、でもまだ真下に人来てないからまだあるんじゃないですかね。よしよしよし。
ばい、波と風が出てきました。だいぶ揺られてる。さあ、だいぶ近いですかね、もう。だいぶ、そうですね、巻いてきた感じはしますね。これね、全く当たりの反応がビビとか出なくても、はい、上がってきたら釣れてたってパターンありましたよね。ありますね。知らないうちにあれみたいな、それがあるから、なんかもう最後まで気抜けないっていうか、はい、あ、かかってないやーって仕掛けを見ないと何とも言えないっていう、はい、お昼、午前中の船かもしれないが、さあ、なんか巻き寄ってきたことな気がするんだけど、まだなのかな。深海の魚はそんなにスピード出して泳ぐやつはいないんですか、はい、バラムーツぐらいですね。バラムーツぐらい、はい、バラムーツだけ遊泳力があるんです。そうですね、深海の王者ですか。いや、そんなこともない。カグラザメとか、カグラザメ、そういうのがいるんですよね。5メーターぐらいになるでもそのサイズがかかっちゃったら、はい、一発で切られますよね。かかりどころにもよります。かかりどころにも。ただまあ 4,5 時間は多分深いとこかかります、ね、もう一匹かけたらもう最後までみたいな。いやだ取り込めないし、キャッチして切るしかないぐらい。やばいですね。もうそれからロープで結んで引っ張って帰るしかない。あ、そういうことですね、はい、やばいっすね5メートルはやばいですよ。海怖いっすね。何がいるか分かんないですか。何がいるか分かんない。お、近いんじゃないですか。お、上がってきましたね。ああ、食われてるの。食われてますね。上は食われて、下、あ、なんかついてる。あ、ついてますね。なんかついてる、なんかついてる。なんかついてるよ。お、ギスですかね。よいしょ。こいつは何ですか。ギスですね。ギス、はい。あの、小田原のかまぼことかの原料ですね。じゃあ美味しいんじゃないですか、これ。はい。骨が多いんで、あの、ね、かまぼことか、すり身とかって高級な、深海魚ですね。ギス、ギスちゃん。おめでとうございます。すいません、僕ばっかり言っちゃって。おめでとうございます、最後に。いやー、出ました。チョークあってよかったっすよ、本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さばき終わりましたね。いやどうですか、初サメさばきチャレンジ。初サメさばきチャレンジはね、結構楽しかったですけど、はい、本当、なんかすごい僕いっぱい、出てますけど、はいはい、一般人なんですか、大丈夫ですか。僕今日全然成果出れなかったんで、ちょっと次回
がっつり出たいなと。はい。でもなんとかもみじザメ。そうですね。もみじザメ。9キロ、まあ約10キロ。約10キロ。はい。の個体とギス、かなりデカめの850グラム。いやー、でかかったですね。いやー、びっくりしました。もうだって一発目でかかると思ってなかったんで。もうなんか途中からですよね。途中からあこれはついてるっぽいみたいな。うん、でもね、リアクションバイトのみんなが釣ったのよりでかいの釣りたかったですけどね。あ、でもまあ同じ種類を釣ったんで、まあここからじゃないですか。ここからですね。はい、じわじわとこう詰めていくみたいな。やっていきましょう。はい、あれの約倍ですね、リアクションバイトが釣ったのは。やばいですね。はい、19キロとかなんで。19キロですよ、ね。はい。いやー、すごいな、あいつは。倍なんで、ね、ちょっと気を引き締めて、次回ちょっと。はい、天候いい時にまた、はい、またちょっと違った、またあの獲物、ええ、狙いながらやっていきたいなと思います。赤いやつ、赤いやつ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。